I've been waiting a long time to get my hands on one of you no-good Illuminati globalist Wall Street cocksuckers. ですね、ちょっと I am gonna fuck you up worse than HIV, you no-good son of a bitch. HIV? 何でしょう？ですね、ちょっとご存知の方。だからもうちょっとプロレスの感情が変わってきてるってことですね。止めろってなんですか？さあ、見た目はあの格好でやるみたいですね。さあ、日本。そう、しっかりと、チャンピオンですよ、三上さん。行こう、カモン、さあ、お客様はどっちを応援するんだ。やったおー、あった。さあ、いいチョップじゃないですか。おー、いいですよ。やったさあ、ファッケン。さあ、ファック言うと言ってますね。いや、それはわかるわ。逃げてますよ。一番大変危険です。お気をつけてください。さあ、帰ってるわけだ。さあ、逃げた。さあ、こっちだ。さあ、頭いい。さあ、ワンマンクルーが引っかかってますよ。さあ、怒りを溜めてチャージしてるのではないか。おい、お前の件は、お前の件は一つも面白くないぞ、このクソダメ芸人がマダファッカーと。そう言ってないと思いますけど。さあ、マダファッカー。このストゥーピッドマダファッカーと。さあ、ありがとう。さあ、チャージしてんのか。やったー。さあ、もういきなりかよ、おい。さあ、キック。さあ、捕まる。うわ。あの見た目さはあのお笑い芸人なんで皆さん、さあ、ちなみに、うわっ、見た目さは俺、死んじゃう、うわっ、皆さん、あの僕も芸人なんですけど、見た目さんも芸人なんですよ、さあ、やめた、ウォールストリートボロボロだ、ウォールストリートからホームレスに早回りだ。黙れ、この童貞レフリーって言ってますか。言ってませんよ、それは。さあ、これはチャンピオンボロボロですね。さあ、これは本物のレスラーとお笑い芸人ですからね。さあ、息を止めてるぞ。さあ、ぶち殺すぞ、マザファッカー、そのピッチって言ってますね。むちゃくちゃだな、この人。さあ、ワンマン殺してやると言ってます。いや、今喋ってねえよ。さあ、どうするですね。さあ、しっかりと。さあ、見た目は。すごい、喋ってますね。サロのピッチって言ってますね。いや、わかりますよ、それは。訳してほしいですよ。さあ、しっかりと。さあ、アルゼンチンか。さあ、アルゼンチンバックウェイか。さあ、金をよこせ。さあ、ギブアップ言いましたね。この童貞レフリー起きろ、ほら、ちゃんと見とけ。さあ、でもギブアップは認められないですよ、これは。やつギブアップしたから、この童貞野郎と言いましたよ。そう、あの、三田学院は新婚です。さあ、新婚から、さあ、今日、いや、家族が遺族になりますよ。3分35秒、3分35秒、反則乗り、勝者、見た目がウォールストリート。これは納得しましたよ。見た目がウォールストリート、防衛に成功いたしました。さあ、これは納得しましたよ。さあ、ワンマンクルー、めちゃくちゃ効いてますよ。さあ、めちゃくちゃ効いてます。さあ、これは納得しましたよね。さあ、切れてる。さあ、ワンマンクルーめちゃくちゃ切れてますよ。さあ、
ニーラワンマンクルーをバカにするとこういう目に遭うぞこのマダファッカーと言ってますねめちゃくちゃですねさあベルトのことはいらねえよこの野郎とワンマンクルー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 さあワンマンクルー圧倒的な強さでしたワンマンクルーさあこのこれワラビーどうなってしまうんださあワラビーがただ強いだけで終わりましたそしてレフリーが童貞そして見た目はクリニックは新婚なんですけど家族が遺族になるというさあ見た目はこのままさあレフリーもさあこれは立てない状態ですねさあもう見た目がもうちょっと意識がない感じですねさあレフリーもさあチャンピオン見た目はウォールストリートさあもうワンマンはいませんよ。